公立鳥取環境大学では自然環境の保全と経済発展二つのバランスが取れた社会を実現するための人材育成を行っていますみなさんこんにちは公立鳥取環境大学環境学部准教授の重田芳則です前回は霧の種類とメカニズムについてお話をしました 今回はですねその知識を生かして雲海研究の潜在能力と題して皆様を霧の幻想的な世界へご招待したいと思いますまず霧についてなんですが前回メカニズムについてお話をしましたでそこで、えー、と覚えていただいていると思うんですが放射霧と呼ばれるものがありました 日本ではですね、秋から冬にかけて、しばしばこの霧が発生します。で、一般的に多い霧は放射霧と呼ばれるものです。これは日格差が大きい。つまり、夜間と、えー、夜間にかなり気温がですね、冷えて、そして朝低温になる。つまり、日中と夜間の気温差の大きい時期に発生します。 でこの霧が発生する地域なんですが、兵庫県の豊岡盆地、熊本県の麻生盆地、福島県の会津盆地、中国地方では広島県の三好盆地や岡山県の津山盆地、さらには九州地方であれば日田盆地など、さまざまな地域が挙げられます。ただ、例外もありまして、放射霧以外であれば、 前回説明をしました北海道の東部や千葉県などでは遺切霧というものも発生します。まずこの霧の社会的な影響、これは悪い面も良い面もあります。まず悪い面なんですが、霧は指定や日射を遮って交通機関や農業などの人間活動に支障を与えます。 特にこの秋から冬季そして春にかけての時期というのは気温がかなり下がります特に中国地方では霧が多く発生して中国地方を通る中国自動車道では霧によって指定障害が発生しますよく5 0キロ規制になっているのを目にしますこのように損害を与えるわけですけれども さらには、近年あまりこう聞かれなくなりましたが、酸性無というものがあります。これはよくあの酸性無という言葉を使うと思うんですが、これ霧の酸性無に対してこの霧が酸性化してしまったということになります。これはですね、要は酸性化、pH が低くなった霧がずっとこう滞留してさらにいろんなところに入っていくと。 いうことで人間生活をはじめとする生態系にさまざまな影響を及ぼしますしかしながらここ数年はだいぶ影響が小さくなっていますでこの霧の日数なんですが近年減少しているのではないかという研究が多くありますで中にはヒートアイランド これが年き、ね、の霧をかなり減らしているんではないかという報告もありますがただ、都市化では説明できない部分があるようにこの不規則な変動も出てきてきいます夜にはこのように幻想的な霧の世界が楽しむことができますでこちらが朝,朝です。 でこのような中、これ私はです、ね、2019年ぐらい今から3年前になりますが島根県を中心にこの今まで厄介であった雲海というものが観光振興に使えないであろうかという試みをしています。どういうことかといいますとこの雲海というものはです、ね、本当に人の心をきれいにするといいますか絶景が広がるわけですから大変なこの癒し効果というものがあります。 これを週間天気予報ならぬ週間雲海予報というように予報しまして雲海が出る出ないを予報しますそれによって多くの観光客の方に来ていただこうではないかということをやっていますこういった取り組みというのは各地域で行われ始めていまして雲海を利用した観光誘致特に島根県ではミストによる 美肌効果の検証とも行われ始めています次に雲海を観光振興にどのように利用できるかですしかしながらこのように今まで気象ビジネスとして雲海予報私も出しておりますがここ数年実はこういった記事も出始めています消えゆく豊川の霧と言いましてこれは2017年の神戸新聞の抜粋になります 簡単に説明しますと発生数が30年でで半減していいるのではないかとここにこの新聞記事の中にグラフがありますが確かにどちらかというと右肩下がり発生数が減少していますこの要因についてコメントもあるんですが気温上昇が影響しているんではないか地球温暖化が影響しているんではないか さまざまな知見が寄せられていますこの豊川というのは周囲には天空の城武田城などがあり大変有名な場所ですで、ただですねここで地球温暖化が活発になっているそして都市化によるヒートアイランド現象によって霧の日数が減っているかと言われますとかなり難しい問題がありますというのも実は 霧の日数が減っているといわれる兵庫県の豊岡市や岡山県の津山市がこの30年間で明瞭に都市化したかというとあまり都市化はしていません。で私が学会等で報告していますが主な要因は今2つあるというふうに考えています。1つ目はですね野焼きの数が激減しています。昔2000年より以前は 各家庭でゴミを燃やしていることっていうのはなかったでしょうか振り返ってみますとかなり周囲では野焼きをしていたり家庭ごみを燃やしていたという記憶があります。小学校や中学校においても滝干していた記憶がありますが今ほとんどありません。これはまあいいことなんですが第1回ですね前回のところで説明し,しましたようにこの煙ですね 煙が減ったことによってエアロゾルの減少が挙げられます。つまり、霧ができるための餌が激減してしまった。そういったことで減ったんではないかという結果も出始めています。あとはですね、観測手法の自動化という点です。今までは気象台の人がですね、目視で霧が出ているが出ていないかを確認していました。しかしながら、現在は 自動化が進みまして機械で霧を観測するようになっていますまあこういったことからまあ数値的にですね減少につながっているのではないかというふうな指摘も多くありますそこで気になりましたので過去70年間のまあ平均値としまして霧の月別発生日数を調べてみました西日本の霧の発生日数を 主に示したんですがまず兵庫県の豊岡市についてです前回の講義でありましたけれども霧は秋に発生する傾向が非常に多くなっていますこの豊岡では見ての通り9月10月11月と非常に多い日数を記録しています岡山県の津山市ですこちらでも10月11月12月に非常に高い値です で福岡県にもですね、なかなか高い山はないんですがまあ飯塚という少し内陸に入った盆地の部分がありますがこの場所でも秋口にかけて霧が多く発生していますそして大分の日田こちらも10月11月12月さらには熊本の人吉盆地 こちらも10月、11月、12月というふうに秋から初冬にかけて多くの霧が発生します。つまりですね、いずれの地域も霧のメインはまあ11月であるということがお分かりいただけると思います。それではですね、私が精力的に計測している島根県三里町における雲海、これ放射霧をタイムラプスカメラで捉えましたので、その様子をご覧ください。 この動画は今午前5時です。1分ごとにカメラで撮影して、えー、コマ送りしています。どうでしょうか。これ田野原展望台と呼ばれるところからの雲海の様子です。このように綺麗に雲海が発生して、えー、午前9時半を過ぎたあたりでな、えー、くなってしまいます。えー、次の日もですね、綺麗な雲海が、えー、同じように現れました。これ上空の、えー、雲を見てほしいんですが、実を言うとですね、 あの流れていく方向がかなり時間によって違うということがお分かりいただけると思います。まあタイムラプスカメラっていうのはこういった面白い画像も撮ることができます。続いて二つ目ですね。愛媛県大洲市の日下川市の様子をご覧ください。こちらはタイムラプスカメラの映像ではないんですが、自らがカメラで撮影したものになります。 これは、大洲市の肘川嵐展望台上空から撮影した肘川嵐になります。これ、いわゆる川嵐と呼ばれるもので、この肘川、まあ、海水がですね、伊予灘から流れ込んで、比較的水温が高い状態にあります。そこから、蒸発霧が発生して、内陸からの風によって流されて、広く瀬戸内海、伊予灘に流出していくと。 いう様子を捉えたものです。少し視点を沖の方に移してみたいと思います。どうでしょうか。広く蒸気切りが出ている様子がお分かりいただけると思います。じゃあもう一つはですね。先ほどひじか嵐上の展望台から見ていただきましたけれども、その赤い橋がかかっていたと思います。その橋の中にいたらどうなるかと。 いいうのをご覧いただこうかなと思いますこれはです、ね、実は風速が10メートルを超えていまして立っているのもやっとな状況です。一見、これあの温泉から湯気が立ち上っているかのように見えますが、まあ、あの相対的に気温よりも高いので蒸気が立ち上っていますが風を受けてです,、ね、すごい勢いで流れています。 これがまさにえっ、ー、と肘川嵐と呼ばれる現象です。この辺の方というのは毎日ですね通勤通学の時にこの風を受けています。あんまり鳥取県内では見られない現象です。で最後になりましたが今、えー、紹介したですね霧についての研究をですねこのしげ、えー、ラボというア、えー、カウントでいろいろとこう紹介をさせていただいております。 もしよろしければ最新の、えー、と雲海情報ですとか雲海の写真等をたくさんアップしていますのでご覧になってもらい,いただけたらなと思います。はい、どううもありがとうございました